高木三四郎、高木三四郎、高木三四郎、男性、1970年1月13日隊は、日本のプロレスラー。本名、高木忠、株式会社 DDT、プロレスリング代表取締役社長。大阪府豊中市出身。幼少期の高木はテレビっ子であり、物心ついた頃から、ロンパールームにはまっていた。子の頃は人形を集めたり、 近所の友達と野球やサッカーをやったりすることはなった。幼稚園のお遊戯で、ニコちゃんと、困ったちゃん、いずれもロンパールームの番組内におけるミツバチを、擬人化したキャラクター人形の二つを真似する時に時に、決まって、困った、やんのチームに入れられるなど、やんちゃなお調子者であり、活発な子供であった。そんなある日、父親の仕事場である、テレビ局のスタジオに連れて行かれ、 仕事をしている父親の姿を見るうちに自分の親がテレビ番組を作る仕事をしていることを子供心に理解する。毎日放送の技術部に勤める父は忙しかったため、どこにも遊びに連れて行く時間がなかった。その代わりに職場に我が子を連れるようになった。友達と遊んだりおもちゃをいじったりするよりもずっと面白かった高木はテレビに映るスポットライトが当たる世界よりも、 その裏にある制作現場に憧れるようになる。一方で、プロレス中継も見るようになり、オープンタック選手権のファンクス VS、アブドーラザ・ブッチャーザシ誌ク戦が、高木の原体験になった。特撮やアニメと同じ感覚でこの一戦を捉えた、高木は、翌日学校でプロレスごっこを始めた。小学生の時点でプロレスをやる上での流れを意識しており、ごっこではあるが全体を見て、 賞を構築するプロデュース肌が発揮されていた。この時点で将来はプロレスラーになると夢を持ち、そのためには何かスポーツをやらなければならないと思ったが、中学には柔道部がなかった。関西大倉高校に進学した際には、先輩も同期もプロレス好きで固まった柔道部に入部した。古問の先生が老齢で休みがちなことをいいことに、柔道部では、 好き勝手していたと伝わっており、柔道の受け身などをろくにやらず、バックドロップやブレインバスターで投げられることでバンプを身につけていった。柔道場での練習はプロレス技ばかりであり、部は柔道部を装ったプロレス部というべき様相を呈していた。実際に柔道の商談試験で高木はバックドロップを決めて一本勝ちしている。柔道をやっていたとの意識はまるでなく、 三年間大好きなプロレスをやったつもりでいた。高校卒業後は、駒沢大学に進んだが、駒台には、学生プロレス部がなく、まずプロレス観戦を熱心に行った。1988年、新生、和夫が旗揚げした春に、当日券狙いで、前日の夕方から後楽園ホールの外へ並んで、チケットを買ったこともある。この時一緒に徹夜したのが、中島信明。 元 DDT スタッフである。和夫関係では、鈴木健、後の U インター取締役が洋画で経営する文房具店のアルバイトの女大生が、同じ講義に出ていて、知り合いとなり、旗揚げ3戦目のアリアケコロシアム大会のチケットを取ってもらった。前田 VS、ジェラルドゴルドー戦で、前田がゴルドーを、裏アキレス県固めで下したのに影されてプロレス好きの、連中の間で真似して、 それに前後して、大久保のスポーツ会館でサンボを習いに行った時期もあった。現在のファイトスタイルに活かされてはいないが、萩原孝之助から一年ほどサンボの技術を学んだ。大学三年生の頃、ちょうどプロレス熱が冷めて幼少期のテレビ小ぶりが姿を見せるようになった。東京へ行ったらテレビに出たいとの願望があった高木は、大学のテレビ番組研究会に入会したのがきっかけで、 スタジオ観覧車やエキストラを派遣するようになる。これを続けるうちにメンバーの中から自分たちでイベントを開催したいと主張する者たちが出てきて、ある日、麻生10番のマハラジャで開催されたディスコパーティーに誘われて行ってた時に人が集まって一体になって盛り上がるイベントをお金を設けたいという意識は二の次で開催したいと思い、こうして在学中に 芝浦で手掛けたイベントで3000人の集客に成功する。その後次々とイベントを手掛け、すでにプロレスラーになりたいとの意識は跡形もなく消えていた。すでにどのディスコに行っても VIP ルームに通され、大手テレビ局のプロデューサーや芸能関係者から一目置かれる存在となっており、このままイベントプロデューサーの道に進むかと思われていた。 肉体的には何ら身になることはなかった時期だが、代わりに、プロデュース力、イベント成功させる、ノウハウ、さらには、観客論といった、文化系の方で得たものは、この頃が、最も大きかった。これについて、高木は、ジュリアナ東京を使って、飯島へのイベントをやった時に、モニターがあるから使おうとなって、オープニング部位を作って流したのが最初でした。エンディングも、 曲を流して盛り上がって終わりだったのを自分たちはエンドロールを流してバラードチックな曲で締めたんです。だから DDT を始めて日本のプロレスで初めて本格的に映像を使ったのも僕からすれば特別なことではなくてそれが当たり前な感覚だったんですよね。こうしたアイデアの元ネタはやっぱりテレビであり映画、ホイチョプロの作品やトレンディードラマって 最後はそういう感じではあるじゃないですかと後に語っている。ところが、プロレスの自力は思わぬ形で高木を引き寄せる。大学を休学し、アメリカを短期間ルローした後も、やめたくないと大学を留年していたところブレーメン、大島に出会い、横浜市鶴見区の屋台村、ヨンドンで定期的に行われていた屋台村プロレスの広報スタッフとして、プロレスに携わることになる。 1994年3月に留年を続けていた大学を卒業、同年8月に、岩格闘士塾に入門、屋台村プロレスに参加。屋台村プロレスで試合をしており、12月31日の鴨井町太郎との試合でデビューを果たしているが、屋台村プロレスは正式な記録を取っていないため、正式デビューは、翌1995年2月16日の、 PWC 渋谷大会におけるトラブルシューターコーチ、現、コーチ正光とされていることが多い。屋台村でデビューしてからもイベント活動は続けていたが、サークル仲間からは、高木さん、なんでプロレスなんかやるんですかそんなの儲からないじゃないですか。何千人と集めることができる高木さんが、屋台村なんてところで酔っ払い相手にプロレスって、と呆れられていた。 金銭的にも居心地の良さ的にもイベントプロデューサーの道を選択した方が賢明のは明白であったが、これに関して、高木は自分の中ではプロレストサークルは分けていたんです。理由の一つとしては、例のスーパーフリーが世間を騒がせたので、同じに見られたくなかった。僕らの時代ではあんなのは考えられなかったことで、スーパーフリーはその後の世代になるんです。僕らは、 純粋に何人集められるか、集めた人間をどれだけ楽しませられるかで頑張っていた。あとは、本当に、意地だけでしたね。認められていないという現実が悔しくて、イベントとかディスコに行けば、VIP ルームに通されていた自分が、プロレス界では、一平一卒で、業界からも同業者からも目殺されて、それって、俺の人生ではないな、との思いが強かったんですと答えている。 1996年に PWC へ移籍するもすぐにフリーとなる。この年、第41回衆議院議員総選挙に神奈川県第9区から自由連合公認で立候補するも落選。この時の選挙ポスターはハードコア戦で精神的な狂気として使われることがある。1997年に DDT プロレスリングの旗揚げに参加、エスとして、 団体を盛り上げる。2000年12月14日、KOD 無差別級王座を獲得。2003年1月31日、KOD タッグ王座獲得。パートナーは、橋本智彦。2006年1月29日に、社長総奪ロイヤルランブルを制し、DDT の社長に就任。以後は、大社長の肩書きで、DDT の成長に力を注いだ。 鈴木健奏、弦、健奏と、電流爆破マッチを観光する。2008年4月、初の著書、俺たち文化系、プロレス DDT、大田出版を出版。そのプロモーションとして、東京、中井の井のお書店にて、本屋プロレスを行う。対戦カードは、高木三四郎、イーブシコータ。2008年12月、高楽園大会で原島を相手に、 KOD 無差別急選試験を防衛した直後、翌2009年8月に DDT 初の両国国技館大会開催を発表。自分たちの中で限界を作ってたんじゃないのか。そんなことやったって上に行けないんだよ。限界を作ってたら何もできないよ。と団体創設以来初のビッグマッチ開催への意気込みを幕で語った。2009年8月。 DDT 発の両国国技館大会、両国ピーターパン大人になんてなれないようを開催。8865人、超満員札止めの監修を集め、見事成功を収める。この年米国のプロレス業界紙、レスリング・オブザーバーの、レスリング・オブザーバー・アワード2009の、ベストプロモーター部門、第2位に選ばれた。2010年2月11日 KO、D トック獲得。 パートナー沢胸忠の意向により発防衛戦を、スポンサーの工場、宮所のエンジニアリンググループで行い、防衛成功、VS 玄太郎、中澤マイケル。試合後、対戦相手の玄太郎から、河西淳どころじゃねえ。本物の基地だよ。と言われた。2010年9月26日、マッスル坂井との引退セレモニーランブル、敗者は即日引退に敗れ、現役引退。 同時に、翌日の現役復帰を宣言。2010年10月7日、DDT48 総選挙結果発表の場において、同年12月をもって、参加団体のユニオンプロレスに移籍することを発表。ユニオンへは、TKG48 として乗り込む。その後、2011年限りで、DDT 社長として、武道館、ピーターパンの準備に集中するためユニオンでの活動を。 休止し、TKG48 も解散。2012年からは、社長であるにもかかわらず、DDT には反対性が足りないと宣言。反対性軍を結成し、DDT ゼネラルマネージャーの鶴見アモンと対立。その後反対性軍は、NWJ に発展。高木曰く、日米の反対性ユニット、一新軍と王をミックスしたユニット。最高顧問には元、 WJ プロレスの長島勝次を迎えた。現在は、大橋徹、平田駅と共に3人組ユニット、T2P の一員として活動中。2015年5月5日、レッセルマイナス -1 の最高経営責任者に就任。2016年12月4日、高木の強い希望により、大阪府立体育会館第一競技場大会にて、オープニングアクトに、 越前屋評太の出演を懇願し10月に越前屋を発見し交渉し、越前屋とオープニングでの共演をしている。2017年4月1日、レッセルマイナス1の最高経営責任者を退任し、相談役に就任。2018年4月1日、後楽園ホールで行われたエイプリルフール2018の廃車追放マッチで DDT プロレスリングを追放される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。